確かに普通の寿司屋さんに比べたら種類はものすごく少ないです。今ベストの状態のものをお出ししたいっていうのと、品数合わせで魚を買ってくるってことは絶対しないんですよ。8歳の時にね、あの母親にすっごく今のこの仕事をそのものズバリのねことを教わったんですね。これはプロが値段をつけてるんだから、黙って一番いいものを買って帰れば間違いなくお客さん喜ぶんだよって。まず第一に気取ってない、気取ってない、あとお客さんに何を聞かれても受け答えができる、それとそれ以上にやっぱり一番なのはお客さんが緊張しないで食べれる。胃の一番なのはやっぱりアナゴ、火を入れるものっていうのは鮮度のいい状態で仕上げてあげればやっぱり応えてくれますよね。それに寿司屋になってもう40年なんですけど、20年ぐらいしてからですかね、種類はいらない。それでも、お客さんが来て自分で頼まなくても頼むよって言ったら全部こうベストのものを出してくれるっていう方の方が絶対俺はいいし、まあ俺の性格なんですね。それがね、寿司屋っていうのは握りだけ食べて帰るお客さんもいて、つまみから食べるお客さんもいて、中にはお好みで食べるお客さんもいて、それを8のお客様が交互いろんなものを頼んでも対応できるのが目の前に2人できるわけであって、それだって目の前で握る必要性ないですよねと俺は思うんですけどね。寿司の場合は8割がシャリですからね、もしかしたら9割がシャリかもわかんないです、毎日やってこれもダメ、あれもダメ、もう毎日毎日が少しずつ少しずつ変化してるわけですから、一気に開花したっていうのは絶対ないですからね。それは、はい、彼女たちが今こういうものを召し上がってるんですよっていうのはアドバイスをしてくれますしね。それでまあクリアなんかこれが今一番のベストシステムですけど、安い食べ物じゃないから食べて納得して食べてもらうっていうのがやっぱり一番なんですね。これはまして海外の方って旅行できてるし美味しく食べてほしいし、最善のこう仕事をさせてもらってるつもりではいますけどもね、